こんにちは。こんにちは。渡辺です。美咲です。はい。ということで今日は美咲さん、とっくりを着てくれてます。とっくり。はい。タートルネック、タートルネックですね。今日はね、タートルネックと、あとマフラーに合う最新のヘアアレンジ情報を紹介します。はい。ということで、まあ単純にタートルネックとかマフラーとかのヘアアレンジの場合は髪の毛上に上げとかないとダメなんで、お団子っぽいアレンジを今日作っていこうと思うんですよね。はい。お団子じゃないポニーテールとかだったら、スタイリング剤とかで言うと、大体ね、結構しっとりめのオイルとかの方がいいかなと。なぜかというと、やっぱこう毛先をこう下ろしているので、髪の毛がまとまってないとね、あんまり綺麗に見えないじゃないですか。そうですね。でも、お団子っていうのは、どちらかと言ったらこう、もう綺麗にまとめるような感じになるので、ちょっとした質感が綺麗になってれば、ベストかなと思うので。はい。なので、今日使うスタイリング剤はこの、ライスオイル。ヘアレシピのライスオイルを使って、で、このオイルっていうのは髪の毛に馴染みがすごいいいんですよ。で、普通ね、通常のオイルとかだったら髪の毛につけたら表面に結構くっつくことが多いんですけど、これはアウトバストリートメントとしても使えるから、髪の毛の中に浸透もいい。なおかつちょっとコーティングもしてくれるっていう感じなんで、今日はこのオイルを使ってバッチリと仕上げていきますんで、多分今までにないヘアアレンジになるかと思いますので、はい。ぜひ参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。まずはある程度こうベースを巻いてる状態にしてます。で、この状態でライスオイルをつけて、まあツヤだったりとか潤いですね、あとは静電気が起きないような髪の毛のベースを作っていきます。じゃあライスオイルを出していきます。美咲さんの髪の毛だったら大体7滴ぐらいかな。出して、しっかりと手になじませて、毛先中心にまずはつけていきます。毛先につけて中間で表面の部分に少しずつつけていきます。で、ライスオイルは結構ね、オイルなのに結構浸透力があるので、潤いだったりとかね、ツヤがしっかりと出てくれるので、最初の仕込みだったりとか、こういうアレンジの仕込みに結構、ね、最適です。髪の毛がベタつきすぎないので、アレンジのね、操作性が結構いいです。浸透力の高いお米のオイルを使っているので、静電気だったり乾燥をしっかりと防いでくれるので、おすすめです。まずはブラシでしっかりと溶かします。この時点で引っかかる方は毛先の方から優しく溶かすようにしてください。ちょっと横着して上から溶かしてます。で、次に後れ毛を下ろします。だいたい顔周りの部分、もみあげの部分、だいたい1センチ束ぐらいですね。後れ毛がない方はそのままでもいいんですけど、後れ毛がある方はだいたい今はね、もみあげの部分と顔周りの部分を下ろすのがポイントです。で、おくれ毛を両サイド下ろしたら、次に大体でいいんで、半分、こう斜めに半分ですね。大体同じぐらいの量になるように、上の部分から斜め下に向かって、ね、半分に分けます。で、まず左側の部分からやっていくので、こっちのね、右側の部分は、ダッカール、こういうので、ちょっとね、くさっと止めておきます。痛くないですか？痛くないです。はい、ありがとうございます。で、左側の部分ですね。この部分をしっかりと手ぐしで溶かして、なるべくこの耳よりも少し下のあたり、まあ耳のラインより気持ち下ぐらいですね。後頭部あたりぐらいでまとめて、真ん中の部分で大丈夫です。で、ゴムで結んでいきます。で、この時に襟足の部分、この辺でちょっとたるみやすいので、たるまないようにしっかりと引っ張りながらやってください。で、ある程度結んだらお団子状に結んでいきます。この時にお団子をちょっと小さめにやるのがポイントです。毛先の部分をゴムの部分に巻きつけていきます。で、毛先をちょっとね、余らしている状態にするのがいいかなと思うので、少し余らせた状態で
上からゴムでこの巻きつけたところを挟むような感じでやっていくと綺麗に留まります。次は右側の画面ですね。ダッカールを外してちょっとゴムね、こっちの髪の毛を後ろに持ってきます。はい、先ほどお団子にした部分の本当に真横ら辺ですね、持ってきてゴムで同じようにお団子状にしていきます。でこの時ね、こう邪魔だと思うかもしれないんですけど、うまいことこうやれば結構ね簡単にお団子にできるので、ここねお団子状に小さめにですねしていきます。左側は一番最初に作った方が上で、右側の部分をちょっと下にする、この斜めのラインがまた結構おしゃれに見えるかなと思うので、同じようにゴムの部分に毛先を巻きつけていきます。で毛先は余らせた状態でゴムでね巻きつけたところを挟む。そうすると綺麗に留まります。横から見た時に右の部分と左の部分のお団子はちょっとだるんとした状態になるんですよ、大体が。なのでちょっとねここにこう根元とこうお団子に隙間があるの分かりますかね。これを埋めるように少しね根元にこう当てますね。こっち側の左側の部分のお団子が上に来るようにで、右側のお団子が下に来るように押し当てて、この根元の部分とこの押し当てたお団子部分をこういうねアメピンで両方をね止めていきます。ちょっとね難しいかもしれないですけど、この部分ですね、この部分をぐさっと止めてあげると綺麗にバランスよくお団子が出来上がります。お団子をした後にやっぱここがぐっとペタッとなりやすいので、この辺の部分を少しだけですけどボリュームを出します。こう頭の形が綺麗になるように、ペタッとしてるところだけで大丈夫かなと思うので、この辺を少し出します。ほくり毛の部分だったり毛先の部分がちょっと乾燥してる場合もあるので、その時にもう一度ねライスオイルをなじませます。そうするとねしっかりとツヤが出て、でそんなにベタつかないので結構しっかりめにつけちゃっても全く問題ないかなと。あとはやっぱこういうところですね、表面の部分とかも毛羽立ちが少し出てきている可能性があるので、アレンジをするとこういうふうに押さえてあげるとかなり綺麗にまとまってくれるので、しっかりとつけてください。両方のお団子が綺麗にこう混じり合って、で左側が上に来て右側が下に来て斜めにバランスが整えば、こんな感じで完成です。はい、こんな感じでおしゃれに仕上がったと思います、はい、ダブルお団子、はい、ダサい名前、いやもうなんか、ね、横に揃えるっていうよりちょっと斜めに揃える、はい、っていうのがおしゃれなポイントかなと思うので、みさきさんはちょっとね髪の毛の量が多いのでお団子をちょっと小さめにしたんですね。なんですけど髪の毛がね柔らかい方だったりとか難毛の方はお団子の部分、こう丸くした部分をちょっと大きくしてあげると形が綺麗になるかなと、ね、ピンもしっかりと留めてあげるとバランスが綺麗になるかなと思いますので、で今日使った和の実のライスオイル、はい、これねもう昔の方はやっぱ米の研ぎ汁でこう洗ってたぐらい髪の毛と米の相性でめちゃくちゃいいって思うので、で確かにつけてみた感じ結構髪なじみがやっぱりいいから、うん、結構僕は大好きです、はい、でベタベタになるのが嫌っていう方にはかなりおすすめです、うん、で結構本当に髪の毛の中に浸透してくれるので、本当ベタつきなくツヤだったりとか潤いがしっかりと出てくれるかな。なのでコテで巻いたりとかストレートスタイルだったりとかヘアアレンジも使えるかなと。これね UV ケアなんで、まあ、もちろんね乾燥だったりとか湿気だったりとかにも結構ね対応できるんですけど、 UV もあるので結構すごいな。オイルで UV があるのってなかなかないので、はいはい、でまあ冬も乾燥とかも結構効くので、本当にいろんな時期に使えるかなと思います。最後にこれ 100% ナチュラルで無添加だから、
で、紙だけじゃなくて、まあ、手にこうつけるじゃないですか。手につけて、こう全体的にこう馴染ませる。保湿効果もあるので。いいですね。はい。はい、やっぱ米っ子にはもう、抜群に嬉しい商品かもしれない。米で育ってきたんで。飽きたなんで。はい。はい。まあ、こんな感じでちょっとお送りしました。よかったらダブルお団子アレンジ、タートルネックとかマフラーに合うアレンジなんで、はい、よかったら参考にしてみてください。ワドミンのね、このライスオイル、よかったら試してみてください。はい、この動画よかったら高評価ボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。それではまた皆さん、次回の動画で会いましょう。バイバイ。バイバイ。